も高野清です。体道場ラフ整骨院清の代表やってます、治療家として整骨院やりながらもスポーツトレーナーとしてスポーツの現場で運動指導などさせてもらってます。昨日なんですけれども、この地域の一戸小学校の、児童館ですね、児童クラブの職員さんが、新型コロナウイルスの陽性が判明しまして、一戸小学校は一応日曜日まで23日までの休校措置になっています。で、私の関わっている三条ナポリもそれに伴って休むことになりました。まあでも慎重にことを運べばそうなる、子どもたちが集まるところはそういうことになると思うなるんですけども、私の接骨院は基本的にはそこはあんまり関わりがないので、子どもたちもPCR 検査を受ける対象にはならなかったので、うちの子もならなかったので、このままやろうと思います。といっても当然ながら、空気清浄機をつけてマスクをつけてっていう形でやりますけれども、特にそれが気になる方であれば、できれば遠慮していただくという形になります。コミュニケーションぜひ図ってください。そういう形でやっていった方がいいんじゃないかなと思っております。なかなか、三条市でも感染者が多くなってきて、身近にウイルスというものがあるという状況がすごく感じられるようになってきてますので、本当に慎重に動いた方がいいと思うんですよね。なので、利用したいなと思っている方いれば、当然ながらそういうところを意識しながら、不安なところは問い合わせいただいて、で、対応していった方がいいんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。取り急ぎ、ちょっと昨日の話になっちゃうんですけれども、その連絡になります。それでは皆さん、よろしくお願いします。それではまた。Thank you.